はい、皆様こんにちは。セングルシンガポールライブですけども、私は今、香港国際空港におりまして、ちょっとね短い休みを取って、で香港で3日間だけねちょっと遊んで、今からシンガポールに戻るというところでございます。で今からですね空港に入るんですけども、今あのデモ対策でですね、空港内入る時はですねパスポートチェックが行われてます。でおそらく外国人はですねパスポートのみの提示で、香港に住んでる人はおそらくチケットも見せなきゃいけないのではないかなと思います。はい、でパスポートチェックを受けまして、空港内に入りました。で、行き帰り今回は、シンガポール航空を利用します。で、利用する便はですね、2時10分発 SQ863 便、こちらでですね、帰りたいと思います。はい、ではね、チェックイン、したいと思いますが、今回はね、往復ビジネスクラスで、手配しました。およそ、往復1908ドル、シンガポールドルですねになりますので、日本円にしますと15万円と少しの価格になってます。で、チェックイン終わりまして、今から、香港の国際空港にあるシルバークリスラウンジへ向かいたいと思います。でここでね香港のことを少しお伝えしておくと、平日はですね全く危なくありません。危なくないというか、別にデモもないと。で、今はですね、土日だけ平和的なデモが行われているということでした。ただですね、やはりデモの影響で、観光客っていう部分ではちょっと少なかったのかなと、いつもよりは少なかったなと思います。私の方はですね十分飲み食いして美味しいものを食べられましたので満足して今帰っているところですね。はい、それではね、シルバークリスラウンジに到着しました。ちょっとね空港内案内が少ないので若干分かりにくいなっていうのはありますけど、私もインフォメーションに聞きましたので分かりにくいですが、中入りまして、このようになっております。最初に見えてくるのがバーカウンターですね。でバーカウンターの裏に料理が並んでて、中はですねこのような雰囲気になっております。でこの香港のですね、シルバークリスラウンジは、シンガポールとは違ってですね、スターアライアンスゴールドメンバーの方も利用できます。もちろんスターアライアンスのビジネスクラスに乗る方も、利用できますけれども、ゴールドメンバーがねステータスの高い方が利用できるというところではね、シンガポールのシルバークリスラウンジとはちょっと違いますね。で今ですね、いろいろね、料理ご覧いただいてるんですが、ホットメニューもそれなりに揃ってましたね。4種類5種類ぐらいあったと思います。でこれがシンガポールらしいんですけど、ナシレマが作れますよみたいなコーナーがあって、本拠地じゃない、ホームグラウンドではない空港のラウンジとしてはですね、それなりに内容は整ってるなと思いました。でこちらがですね、安定のチキンナゲットだとか、春巻き、エビシューマイ系ですね。でこれが手羽先の唐揚げですね。はい、でこれが私の、ブランチですかねになります。全く野菜取ってないっていう感じですけども、申し訳ないんですが、とビールですね。はい、で、トマトソースペンネからいただきたいと思うんですが、なぜか空港のラウンジのパスタってちょっと柔らかいですよね。なんでなんだろうと思うんですけど、これもちょっと柔らかかったです。でこれがですねマッシュルームスープなんですが、これはですねなんか僕は好きな味でしたね。マッシュルーム感がすごい強いスープだったので好きでしたね。でこれは安定のチキンナゲットになりますね。でこれもまた大体美味しいエビシューマイになります。
で、これがですね手羽先の唐揚げなんですけど、まあもちろん日本の唐揚げとはちょっと味は違いますけど美味しかったです。で、今回ですねお世話になる飛行機は A350-900 となります。で、この便はですね、ファーストクラスの設定がなく、ビジネスクラスとエコノミークラスの2クラス制になってますね。で、今ですね、シンガポールエアラインが飛ばしている日本路線は、この A350 または、777が一部東京便であったような気がしますが、まあどちらもね、ビジネスクラスのシートは、おそらく今から乗るシートと一緒のスペックだと思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。まあ同じ行きもですね、ビジネスクラスだったんですが、 A380 とスペックがちょっと違うので私楽しみにしてたんですが、今回の私の座席が 19A となります。で、私が最初びっくりしたのはですね、ちょっとこの座席広かったですね。カメラじゃちょっと撮りきれなくて申し訳ないっていう感じなんですが、他の座席よりも、スペースは広いです。で、飛行機に詳しい方はですね、19列目、この A350 の19列目が広いっていうのをご存知の方もいらっしゃるんだろうなとは思うんですが、私何も知らずにねここを撮って、で、まあ目の前が出入り口とあとガリーなんですよね。まあ要は厨房でして、なので19列目の席4つはですね、一番前と同じような感じの広さです。はい。で、まあウェルカムドリンクはね、またシャンパンを頼んだんですが、まあ行きと同じシャンパンですよね、当然ね、行き帰り同じ、路線なので。で、こちらが、ノイズキャンセリングフォンですね。まあこれもいつも使わさせていただいております。はい。で、まあ SQ のビジネスクラスはですね、本当座席の幅が広いですよね。なので私も本当好きなんですけれども、で、まあその座席の左右にですね、まあ使いやすいポジションにこうパワーポイントがあったり読書灯があったりで、まあこのビジネスクラスはですね、この多分これ寝る時用のライトだと思うんですが、ね、こういうのもあって心遣いですよね。こういうのなんかハイセンスだなと思ったりするんですけれども、はい。で、まあそうこうしてるうちにですね、まだ席が広くて興奮してるうちにですね、出発の時間になりまして、まあ動き出してからなぜかホットタオルが配られるというような感じで、行きは結構暑かったんですけど、帰りの便は適温でしたね。とっても気持ちよかったですね。で、丸々ですね、丸2日ですね、過ごした香港を後にしまして今から戻りますけども、で、香港事情をね少しだけお話ししますと、まあ、先ほども言いましたように、デモというのはですね、だいぶ落ち着いた感じになってます。で、観光客が少ないということがあるので、ホテルの宿泊料金とかはですね、今ものすごいお得になってますね。お得という表現が合ってるか分かんないですけど、だいたいいつもの 40% 引き、50% 引きで泊まれるということになってますね。で、それに伴いましてですね、当然航空運賃も、まあ、安くなってるというかですね、安い席がずっと残っているというような状態になってますね、エコノミークラスは。で、まあビジネスクラスはある程度ね、売り出しの料金が決まってますので、特別値下がりしてるっていうのはないんですけども、まあでも私予約したのが2週間前で、それでも1900ドルで予約できましたので、お得だったなとは思ってます。で、あとはですね、街中なんですけど、やっぱ観光客が少ないので、あんまりなんかこう香港特有のざわざわした感じはなかったですね。で、あと美味しいお店、ご飯屋さんですねは結構すぐ座れましたね。なので今行くのがね、ベストとはもちろん言えないんですが、まあだいぶ落ち着きを取り戻しているということだけはですね、皆様にご報告しておきたいと思います。はい。それではですね、結構長く離陸まで待ちましたけれども、
まもなく離陸しますということで、まあ、ちょっとねもやってますけども、まあ、最終日この日だけちょっとねちょっとなんかパラついたりしてましたけれども、楽しかった香港を後にしたいと思います。そんなわけでですね、まあ、ちょっと簡単にね宿泊したホテルを映像をご覧いただいたんですが、まあなかなかいいホテルだったんですけども、まあ、5つ星かどうかはですね、まあ何とも言えないというか、まあ、いいホテルだったんですが、まあ、実際のところはですね本当泊まっただけなので食事もしてませんのでどうだったのかなと思いましたけど、ただフロントの受付の方のホスピタリティとかはね素晴らしかったなと思います。あと料金に関して言うとですね、通常期であれば、とても100ドルじゃ泊まれないホテルですので、まあ、その辺を考えると大満足かなと思います。で離陸しましておくつろぎタイムなんですが、具体的に他のビジネス席より広いという部分で間違いなく言えるのはこのフットレストの部分ですね。まあ、25センチぐらいはあったんじゃないかなと思うんですが、この部分は他の席よりは確実に広いと思います。はい、で今回のねアペリティフ、食前酒はですねシンガポールのラッフルズホテル発祥のシンガポールスリングにしました。で、まあ、久しぶり飲んだんですけどね、まあこんな味だったのかなっていう感想です。はい、すいません。で、最初のね、おつまみが来たんですけども、ちょっと行きと違うなと思ったのは、こう行きの飛行機は A380 はですねちゃんと温められておつまみが来たんですよね。ミックスナッツ来たんですけど、なぜか帰りは袋だったというところで、あれっていう感じだったんですが、もしかしたらですねビジネス客が多かったからそうしたのかもしれません。でこれが食事用のテーブルなんですけど、このテーブルはですねちょっと斜めにもできるし、まっすぐにもできるという便利なテーブルですね。でまあちょっと食事の前にお手洗いに行って、で、まあ先にですねちょっと袋瓶のですね、ちょっとメニュー部分をご紹介したいと思いますが、まあ基本的にはですねまあ僕が行きは A380 でブランチ扱いの機内食でしたので、まあ、今回は2次発ということで、ねランチの扱いとなります。でこれ見てねちょっと私は後で後悔しちゃったんですが、まあ、今回もですね、ブックザクックを私、利用したんですよね。でメニューブックにはですね、まあ、メイン3種類から選べまして、その中にねラムがあったんですよね。でちょっとラム食べてみたいなって、ブックザクックにもラムの料理があるんですが、で今回ちょっと変えたんですけど、まあ、それを見てですね後々ちょっと後悔することになるということですね。でそれ以外お酒とかはですねまあもちろん行きも帰りも同じものを積んでるということになります。でお酒以外お酒飲まれない方もいらっしゃると思うんですが、まあシンガポール航空に乗られた人はおそらくですねお酒以外は、まあ、TWG っていうね、ブランドの紅茶を飲まれたことがある方が多いとは思うんですが、まあ、私紅茶全然詳しくないので本当に美味しいかどうかっていうのはね本当わからないんですが、まあでも飲んだことある方からお話を伺うとやっぱり香りが違うということをおっしゃってましたので、もしね皆様乗られる機会があれば、ね楽しんでみてはいかがでしょうか。 TWG というお茶のシンガポールのお茶ブランドです。はい、それではですね、機内食のスタートです。まあ最初前菜はですねエビのマリネになりますが、この2本目は私は勝手にちょっとつけてるようなところもありますのであまり気にされないでください。でこちら
ちらですね、エビのマリネ。これ塩気もちょうど良くてですね、このドレッシング、フレンチドレッシングをちょっと濃ゆいみたいな、濃いみたいな感じの分でしたけど、これ美味しかったですね。別にドレッシングつけなくても、あらかた薄くドレッシングついてたので、その塩加減で十分美味しく食べれましたね。でこれが、ガーリックブレッド、ガーリックトーストですね。でお酒の2杯目はですね、赤ワインにしました。はい。でですね、ブックザクックでオーダーした牛フィレ肉のステーキが来たんですけれども、これがですね、付け合わせの野菜は美味しかったです。シュポテトも含めてホクホクして美味しかったんですが、肝心のですねお肉がもう、見てお分かりの通り間違いなく焼きすぎだよねっていう感じだったんですね。でこれを食べた時に、私がですねちょっと子羊ラムにすればよかったと思った瞬間だったんですね。で、デザートはですねハーゲンダッツのアイスクリームですね。もう安定のハーゲンダッツ、もう美味しいに決まってるみたいな、そんな感じでしたけど、美味しくいただきました。で飾り付けのような感じで板チョコもありましたけれども、アイスをつけて美味しくいただきました。ステーキのショックがあった分ですね、なんとか取り返そうと思って、この後もですね、ワインを注文してと言いますかですね、これプラリネなんですけども、ワインを持ってくるタイミングがちょっと忙しくて遅かったんですよね。それで別の CA さんにも伝えちゃって、ワインも2個来るし、先ほど写したガーリックブレッドも2個来るしみたいな感じだったんですけど、いいよいいよみたいな感じでね、CA さん笑ってらっしゃいましたけども、とりあえず全部頂戴しました。はい。でこれがね、チーズの盛り合わせですね。はい。でチーズ美味しかったですね。で特にこのブルーチーズ、ベトナム航空のやつ僕好きだったんですけど、さすがシンガポールエアラインチーズ盛り合わせ美味しかったです。で、食事が終わった後ですね、ちょこっとうとうとしちゃってたら CAA さんがですね、ベッドを作ってくれました。ちょうどいい機会だったので皆さんにご案内できるなと思ったんですけど、作るのはやっぱ CA さんがやってくれた方が早いと思います、ね、ベッドを直しまうのは、自分でもできるんですが、でこれまっすぐ寝た状態です。で私身長が180センチあるので、さすがにちょっとまっすぐは寝れませんでしたね。なので、まっすぐ寝た状態だと170センチぐらいの、長さしかないのかな。で、こうやって斜めに寝ると、2メーターぐらいの長さになって、とっても快適で広くていい寝心地でした。そんなわけでですね、4時間のフライトですので、機内食が終わって、その後1時間ぐらいしますと、ランディングの準備に入るかなみたいな感じですね。今回ですね往復ともに、シンガポール香港、は、シンガポール航空のね、ビジネスクラスを利用させていただいたんですが、全体的なことを言うと、やっぱり大満足、台をつけていいか分かんないですけど本当満足しました。特にシートですね、シートのスペックはやっぱり他とはちょっと比べられなかったですかね。 ANA、JAL よりも僕は良かったなと思います。ただ機内食はですね行きは良かったんですけど、帰り先ほど申し上げたようにちょっと残念な感じがあったので、その辺はね牛肉食べるときはやっぱ日系ってすごいんだなと思いましたし、香港発っていうのもあってちょっと残念だったのかもしれません。ただですね、このシートで、ヨーロッパ路線もアメリカ路線もですねこのスペックが主に、搭載されてるんですけども、これだったらですね、12時間でも十分だなと思いますね。
あとシンガポール航空はですね、まあ、他の、ね、航空会社よりも同じ路線でもちょっ と高めの設定というかですね、まあ、高いんですけども、まあ、それがなぜかというのもね、まあ、今回久しぶりに実感できましたので、まあ、納得だなと感じています。まあ久しぶりの休暇でですね、まあ、行きも帰りも、まあ、香港滞在中もね、十分楽しめましたので、まあ、今回もいい休暇がね過ごせたなと思いますので、また明日から仕事シンガポールで頑張りたいなと思います。てなわけでですね、まあ今回もまた、いろいろね講釈を垂れてしまったんですけれども、まあね、この情報が皆様にとって有意義だったのかどうかはちょっとね私もそんなに自信はないですけれども、まあシンガポール航空のビジネスクラスというのはねおすすめですので、まあ、機会があればねぜひ皆さん楽しんでいただければなと思います。でまたですね、休暇を取った時の、旅行機、まあ、もしくはですね、まあ、出張もありますけれども、その時にねまたいろんなことでレビューできればまたいいかなと思います。まあ今回もですね私の動画を見てくださった皆様、また初めてね、ご覧いただいた皆様も含めましてね、本当に最後までご視聴ありがとうございました。また皆様のお役に立てる動画を配信できたらなと思いますので、よろしくお願いします。それでは、チャンギ国際空港到着いたしましたので、この辺で今回は失礼させていただきます。まあ、重ね重ね本当に最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。Lost to the sun.